本願寺台湾別院は台湾台北四万月にかつて存在した浄土新州本願寺派の別院である。通称西本願寺。台北別院時期代、北西本願寺首郎日本統治時代の明治29年に本願寺布教所として混流され、同34年に台北別院と交渉した。昭和4年に台湾別院と解消した。戦後、廃寺となり、 1975年に本堂をはじめ、ほとんどの建物が消失してしまった。2006年に台北市政府によって残った首労、寄進会館が一皿戸籍、林盤書、遺跡が歴史建築に指定された。現在、西本願寺の跡地は史跡公園として整備され、首脳や寄進会館、林盤書、本堂の基断などの復元工事が進められている。 復元された手脳が2013年に公開されたが、金が、本物ではなく新たに作られたものと分かり、税金の無駄遣いと批判が集まった。AB 西本願寺文化部文化、資産局国家文化資産網、AB 西本願寺臨番書、遺跡文化部文化資産局国家文化資産網、台版、西本願寺開幕、葬罰叩き、奥章民誌、新聞、 2013年7月3日、ありがとうございます。